ラジオネーム三平。あ、来たね。昨夜、毎年恒例のエイプリルフールパトロールを行い、目についたホラ吹き芸能人を5名ほど検挙いたしました。以下、まとめです。ご苦労様ね。野村周平、芸能界を引退します。グレーのテル、グレーの100万人ライブ決定。ジョイプリルフール、嘘つきまくろーっと。篠田真理子、胸にボールか何かをぶち込んだ写真をアップして、本日、巨乳になりました。ファンキー加藤、錦蛇に巻きつかれて、はしゃいでいるてめえの写真をアップして、今宵もペットのファンタにくるまれながら就寝します。おやすみなさい。発表します。2017年、キングオブクソバカエイプリルフーラーは、ドルルルルルルじゃん、該当者なしなし、面白みゼロのクソみたいな嘘をついた罰として全員音の出ないホラ貝を1年間吹き続けていただきます。なおパトロール中に立ち寄った伊勢谷友介さんのツイッターアカウント名が伊勢谷友介かっこ座右の銘挫折禁止というユニークな名前でございましたので、審査員特別賞としてヘキサゴンドリルと羞恥心のデビューシングル差し上げます。ありがとうございました。該当者なしか。今年もありがとうエンジェルあげときましょう。素晴らしい。なるほど。ちょっとやっぱりもうご自身皆さんもね、はい、やっぱ分かってるようでちょっとずつ減っていってますね。そうですね。そうですね。なるほどね。野村周平君の芸能界引退っていうのは、はい、これねすごいですよね。意外といいですね。いつも言うんですけど、やっぱりそれでやっぱりファンの人たちが動揺するだろうな、このギャグで、この嘘でっていう自意識が僕は嫌なんですよ。はい、結婚しましたー、はい、ショックってみんなが言ってくれるだろう、これを言えば、はい、というその自意識。厳しいですね。気持ち悪いな。気持ち悪いですか。はい。そうですね。もう、しょうがないです、それは。金清なんて結婚しましたー、はい。シーンですか。本当にニュースなのに、シーンですか。確かにな。こういう辛さを分かってほしい。そうですね。嘘なんてつかないでよっていうこと。確かに。ファンの人を一瞬たりとも悲しませないでっていうこと、こういうスターの皆さんはお願いいたします。本当に。いやー、昨日人殺したな。えはい嘘よ。ああ嘘か。確かに自意識のない嘘というか。どういうこと？いや、だからそれで誰か話、ああ、しょんべん飲みで。嘘じゃない？嘘ですか？本当に嘘ですか？それ怪しい、今のだけ。すごく宣言してたもんな。さっき飲みますって言ってましたから。なんなのこれ。いや誰僕ら初めてです。8年目よ。本当ですよ。いい加減にしろ。マジで。すみません。言われるぞ、そろそろみんなから。いい加減にしろ。落ち目。終わり。ラジオネームセンターです。矢口真理が不倫騒動当時に綴った歌詩を公開。1秒先も見えなくて真っ暗闇の中、ただただ手探りで呼吸するだけの日々。自分じゃなくなる瞬間がある。こんなにダメだって思い知らされる。怖くて誰でもいいから掴んでいたくなる。人の終わりが少し見える。聞いてるか、村上春樹。文学っていうのはこういうものを指すんだよ。お前がタラタラ書き連ねた小説よりもな、クローゼット矢口の歌の方がな、よっぽど心揺さぶられたわ。はっきり言うけどな、お前の小説つまんねえんだよ。水島ヒロのかげろう読んでんだよ。あれもあんまり言うっていう噂だけど。ラジオネームケツ出しエッフェルと人間と悪魔のハーフベッキーさんが31日に緊急と題してインスタグラムに犬を抱いた画像と文章をアップ。ベッキーさんは車に乗っている最中に川崎の大きな交差点に迷い犬がいるのを見つけたらしく保護。周辺の犬を訪ねてみたが飼い主見つからず、とりあえず我が家で預かります。少ない望みをかけてインスタ載せます。心当たりある方いませんかとフォロワーへ呼びかけた。この1時間後に、ご近所さんの連携プレイにより飼い主さん見つかりました、と報告。インスタには、ベッキーさすが素敵な対応だと思いますベッキーのおかげでワンちゃんが助かったと称賛の声が寄せられ、好感度爆上げだったようです。うんこれ本当かな普通、交通量の多い大きな交差点でわざわざ車から降りて犬捕まえに行くかね。しかもすばしっこい犬が逃げずにまんまと捕まる。てか、インスタにアップしたぐらいで何の変哲もない犬の画像がご近所さんの目に奇跡的に触れて、しかも、あ、この犬あの家のワンちゃんねってなるかな。しかもこれすべて1時間以内。おい、ベッキー、お前好感度上げたいからって川崎で犬盗んだろそうだろてめえ。自転車泥棒金島ダンシングの次は川崎の犬泥棒ベキ島ダンシングか牢屋で犬の肛門下ぶってろひどい。いやー、いいエンジェルあげときましょう。推理がすごかった。推理がよかったですね。ドキドキしましたね。アンバランベンボンバランベンベンハリウッドザコシショウのでしたね。みたいな。どうしようかな。ラジオネーム、どうしようかな。ブラザーフット・オブ・スティールにしようか。友坂理恵が2度目の離婚か。なんか波乱の人生になっちゃったな。こう見えて俺友坂好きだったんだよな。スネオヘアもさ、友坂理恵と結婚できたんだからもっとしっかりしなきゃダメだよ。まあもう遅いけどな。そんじゃあスネオヘアの経歴から振り返ってみるか。大学卒業後に4年間サラリーマン経験してから色々あって CD デビュー。ファンクの影響を受けたポップスっていう謎のジャンルでこじゃれたファンから支持を集める。夜空の向こうを作詞したことにより国民的アーティストと認識されて今に至るわけか。何？それはスネフェアじゃなくてスガシカオ？じゃあスネフェアって誰だよ。っていうかもうなんかどうでもよくなったらまあ別にどっちでも構わねえから100円やるからさ、こっち来てジギー歌ってくれよ。俺こう見えてジギー好きなんだよ。いや、流しのおじさんじゃないんだよ。ラストいこうかな。ラジオネーム美は乱調にあり。三田佳子75歳が天海祐希主演のドラマ、緊急取調室の第1話ゲスト出演し、顔はほぼすっぴん、白髪混じりのボサボサヘア、背中にタオルを仕込んで丸くする。渾身の役作りで77歳の老婆に扮する？75歳の人が77歳の役演じるのって役作りっていうのかな。例えば広瀬すずが20歳の女子大生演じます。これ役作りって言うと思います？でも広瀬すずが40歳の未婚の母を演じる、これは役作りだと思いますよ。同様に武田鉄矢が格式ある水戸黄門を演じる、これも役作りだと思います。だけど武田鉄矢がコンビニでわめき散らす迷惑の段ボーラーを演じる、果たしてこれ役作りと言うんでしょうか。したがって三田佳子が77歳のクソババを演じる、これは役作りとは言えないのではないでしょうか。あと三田佳子のバカ息子、今どこで何してるんですか。いろいろと不可解でなります。不可解じゃねえだろ全然。別の人が被害を77歳に見えないぐらい若いですから、三田さんは。そうですね。あげときます。以上です。数量の多い大きな交差点でわざわざ車から降りて犬捕まえに行くかね。しかもすばしっこい犬が逃げずにまんまと捕まる。てか、インスタにアップしたぐらいで何の変哲もない犬の画像がご近所さんの目に奇跡的に触れて、しかも、あ、この犬あの家のワンちゃんねってなるかな。しかもこれ全て1時間以内。おいベッキー、お前好感度上げたいからって川崎で犬盗んだろ。そうだろてめえ。自転車泥棒金島ダンシングの次は川崎の犬泥棒ベキシマダンシングか。牢屋で犬の肛門下ぶってろ。ひどい。いやーいいエンジェル上げときましょう。推理がすごかった。推理がよかったですね。ドキドキしましたね。アンバランベンボンバランベンベン。ハリウッドザコシショウの。でしたね。みたいな。どうしようかな。ラジオネームどうしようかな。ブラザーフットオブスティールでしょうか。友坂理恵が2度目の離婚か。なんか波乱の人生になっちゃったな。こう見えて俺友坂好きだったんだよな。スネアヘアもさ、友坂理恵と結婚できたんだからもっとしっかりしなきゃダメだよ。まあもう遅いけどな。そんじゃあスネアヘアの経歴から振り返ってみるか。大学卒業後に4年間サラリーマン経験してから色々あって CD デビュー。ファンクの影響を受けたポップスっていう謎のジャンルでこじゃれたファンから支持を集める。夜空の向こうを作詞したことにより国民的アーティストと認識されて今に至るわけか。うんうんうん。何？ん？それはスネフェアじゃなくて、スガシカオ？うん。いや、あ？じゃあスネフェアって誰だよ。あ？っていうかもうなんかどうでもよくなったら。まあ別にどっちでも構わねえから、100円やるからさ、こっち来てジギー歌ってくれよ。俺こう見えてジギー好きなんだよ。いや、流しのおじさんじゃないんだよ。そうですか。ラストいこうかな。ラジオネーム美は乱調にあり。何々三田佳子75歳が天海祐希主演のドラマ、緊急取調室の第1話ゲスト出演し、顔はほぼすっぴん、白髪混じりのボサボサヘア、背中にタオルを仕込んで丸くする。渾身の役作りで77歳の老婆に扮する？75歳の人が77歳の役演じるのって役作りっていうのかな。例えばそうだろてめえ。自転車泥棒金島ダンシングの次は川崎の犬泥棒ベキシマダンシングか。牢屋で犬の肛門下ぶってろ。ひどい。いやーいいエンジェル上げときましょう。推理がすごかった。推理がよかったですね。ドキドキしましたね。アンバランベンボンバランベンベンハリウッドザコシショウのでしたね。みたいな。どうしようかな。ラジオネームどうしようかな。ブラザーフットオブスティールでしょうか。友坂理恵が2度目の離婚か。なんか波乱の人生になっちゃったな。こう見えて俺友坂好きだったんだよな。スネアヘアもさ、友坂理恵と結婚できたんだからもっとしっかりしなきゃダメだよ。まあもう遅いけどな。そんじゃあスネアヘアの経歴から振り返ってみるか。大学卒業後に4年間サラリーマン経験してから色々あって CD デビュー。ファンクの影響を受けたポップスっていう謎のジャンルでこじゃれたファンから支持を集める。夜空の向こうを作詞したことにより国民的アーティストと認識されて今に至るわけか。うんうんうん。何？それはスネフェアじゃなくて、スガシカオ？いや、あ？じゃあスネフェアって誰だよ。あ？っていうかもうなんかどうでもよくなったら。まあ別にどっちでも構わねえから、100円やるからさ、こっち来てジギー歌ってくれよ。俺こう見えてジギー好きなんだよ。いや、流しのおじさんじゃないんだよ。そうですか。ラストいこうかな。ラジオネーム美は乱調にあり。何々三田佳子75歳が天海祐希主演のドラマ、緊急取調室の第1話ゲスト出演し、顔はほぼすっぴん、白髪混じりのボサボサヘア、背中にタオルを仕込んで丸くする。渾身の役作りで77歳の老婆に扮する？75歳の人が77歳の役演じるのって役作りっていうのかな。例えば広瀬すずが20歳の女子大生演じます。これ役作りって言うと思います？でも広瀬すずが40歳の未婚の母を演じる、これは役作りだと思いますよ。同様に武田鉄矢が格式ある水戸黄門を演じる。これも役作りだと思います。だけど武田鉄矢がコンビニでわめき散らす迷惑のダンボーラーを演じる。果たしてこれ役作りと言うんでしょうか？従って三田佳子が77歳のクソババを演じる。これは役作りとは言えないのではないでしょうか。あと、三田佳子のバカ息子、今どこで何してるんですか？いろいろと不可解でなります。不可解じゃねえだろ、全然。インスタグラムに犬を抱いた画像と文章をアップ。ベッキーさんは車に乗っている最中に、川崎の大きな交差点に迷い犬がいるのを見つけたらしく保護。周辺の犬を訪ねてみたが飼い主見つからず、とりあえず我が家で預かります。少ない望みをかけてインスタ載せます。心当たりある方いませんかとフォロワーへ呼びかけた。この1時間後に、ご近所さんの連携プレーにより飼い主さん見つかりましたと報告。インスタには、ベッキーさすが素敵な対応だと思いますベッキーのおかげでワンちゃんが助かったと称賛の声が寄せられ、好感度爆上げだったようです。これ本当かな普通、交通量の多い大きな交差点でわざわざ車から降りて犬捕まえに行くかね。しかもすばしっこい犬が逃げずにまんまと捕まる。てか、インスタにアップしたぐらいで何の変哲もない犬の画像がご近所さんの目に奇跡的に触れて、しかも、あ、この犬、あの家のワンちゃんねってなるかな。しかもこれすべて1時間以内。おい、ベッキー、お前好感度上げたいからって川崎で犬盗んだろそうだろ、てめえ。自転車泥棒金島ダンシングの次は川崎の犬泥棒ベキシマダンシングか牢屋で犬の肛門下ぶってろひどい。いやー、いいエンジェルあげときましょう。推理がすごかった。推理がよかったですね。ドキドキしましたね。アンバランベンボンバランベンベンハリウッドザコシショウのでしたね。みたいな。どうしようかな。ラジオネーム、どうしようかな。ブラザーフット・オブ・スティールにしようか。友坂理恵が2度目の離婚か。なんか波乱の人生になっちゃったな。こう見えて俺、友坂好きだったんだよな。スネアヘアもさ、友坂理恵と結婚できたんだからもっとしっかりしなきゃダメだよ。まあもう遅いけどな。そんじゃあ、スネアヘアの経歴から振り返ってみるか。大学卒業後に4年間サラリーマン経験してから色々あって CD デビュー。ファンクの影響を受けたポップスっていう謎のジャンルで、こじゃれたファンから支持を集める。夜空の向こうを作詞したことにより国民的アーティストと認識されて今に至るわけか。何？それはスネアヘアじゃなくて、菅氏か。